こんにちは、ヒトです。今日は、トレジャーのシーグリーが届きました。ああ、またこれもブラックピンクと同じく空港で200ぐらいして、佐川で200ぐらいして届きました。最近本当ちょっと届くの遅いですね。まあ、でも届いたので嬉しいです。開けていこうと思います。やった。あ、ちょっと今朝これが届いて起きてすぐ開けてるので、ちょっと声がかすれてたら申し訳ないです。すいません。ちょっといろいろ入ってるんですけど、ですね、まずこの子たちですね。これはシーグリ関係なくてですね、トレジャーの YG 特典をアルバムで買った時に初期傷があって、それで問い合わせたんですけど、YG 特典の交換ができないので、ビバースの特典を何個か送るので、それでちょっとお願いできませんかっていうので、私がそれで大丈夫ですっていう風に連絡をしたので、そう、イダムとヒョンソクこれはもうね、写真で送られてきて、この2枚で交換じゃダメですかみたいな連絡が来たので、もう知ってるんですけど、はい、そう、ヒョンソクじゃんと思ってだからこれはまあ、お詫び品みたいな感じですね。これもそうです。でこれが多分あれですよね、QR コードですよね、きっと。一応見るか。あ、いいか。そうですね、これはシーグリのビデオを見る QR コードで、これがトレカですよね。私はトレカが今回2種類特典があるということで、もうどっちも2個買っちゃいましたね。じゃあこれを先見ていこうかなと思います。まず青から開けていきます。あー、待ってたわ、ほんと待ち遠しかったですね、さすがに。青開けます。これ絶対可愛いんですよ。待って。このドヨンちゃんの破壊力やばくないですか？めっちゃ可愛いねんけど。待って待って。あ、裏は多分一律こんな感じで。さて、ドヨンちゃん可愛すぎて。ごめんなさい、行きます。ドヨンちゃん、これパジャマなん？お、浜田さん、いける？めっちゃかっこいいやん。あー、かわいい。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、え、待って、パジャマお揃いやねんけど。あー、ダメですね、これはもう。いやー、かわいい。これは非常に良い。てか、はじ、うわー、チェスしてる。チェス、なるほど。キャーイ。でもこれ、あー、そっか、でもパジャマなのね。これなんか、ヒョンソクが、アフターエフェクトじゃなくて、なんだっけ、トレジャーエフェクトのアルバムの時のトレカにちょっと似てるなって思ったんですけど。あー、そっか、もうね、こういう特典系、私全員入ってるやつはこれまで全員分保管してたんですけど、バインダーがもうすんごい量になってるので、今回からもう推しだけ手元に置いて、他は交換出すか、この同種の交換出すか、なんか
他の特典とかと交換探すかしようかなと思ったんですけど、これちょっと手放せないですね。これはちょっと全員コンプ手元に置いとくコースだな。次黒開けます。最高最高だわ。待ってちょっと想像以上に最高だ。テンション上がるやんこんな。なるほど、こっちはマフラーか。ウィンターキャンプだから、あーいい、まあいいな、これもいいですね非常に。端っこ、この朝日めっちゃいいやん。かわいいこの枝も。いやいいな。よし、待って、この視力めっちゃ最高。パクチョン、うん、あらマフラー、みんなマフラー、まあ、やっぱジフンはちょっと筋肉量が違うってことですかね、うん、でも可愛い、この花のコート着てんの可愛いですね。あらあら、うちのショーマフラーつけてなかった。ちょっとマフラーつけてほしかったな。でもいいです、かわいい。あ、よく見たらマッシーもつけてなかった。あ、よく見たらエザーもつけてなかった。あー最高、数えなきゃです。12人多分全員いますね。いや最高、これがもうメインと言っても過言ではないのでよかったです。最高でした。じゃあ次、ここの下に入ってる1個見えちゃった気がするんですけど、一冊このコード付きの買うとホログラムのなんかカードみたいなやつが1個ついてくるんですけど、それを見ていこうと思います。まず1個目が、お、あ、エダマン。エダマン本当最近本当によく来るね。エダミです、いいですね。これ全員で、これがエダマンなんだ、かわいい。次、お、あ、ジュンギだ。あれ、私なんか朝日入ってた気がしたんですよね、気のせいだった。あ、ジュンギュー、かわいい、いいですね。鳥、このこれ、レン、なんてですっけ、レンチュキラーはこんな感じでした。じゃあまず次はシーグリを見ていこうと思います。よし、これまたノリすごいんでしょ。これ開けます。ほ、なるほどなるほど、これが全員分入ってるやつですね。切ってシールかと思ったら紙なんだ。切ってですね、ジフン、こっちは年齢順なんだね。よし、ジュンギュ、かわいい、なぜかわいい、パジャマいいな。ポヨンちゃん、ハルト、ジョンと、かわいい、最高。これがなんだっけ、切手風の紙、切手風の紙どうやって使うんだろう、プレゼントみたいな感じです。で次、これお、これ何、ノートみたいな、スクラップノートみたいな感じの、こういう写真、パジャマ、マジかずる、うん、なんかめっちゃ可愛い、これ、デコレーションとかをするノートみたいなのが入ってましたね。こういうのを切って貼ったりするってことなのかな、うん、
とあんまちゃんと読んでないんで。はい、次。これがカレンダーですよね。カレンダーを。はいはいはい。こっちか。かわいいな。これね、私できればカレンダー写真と日程を一緒に飾りたいんですよね。普通にこっちも見たいから。こうなっちゃうとこっち飾っちゃうじゃないですか。カレンダーとしての役割果たさないんですよね。ちょっとこう写真を見ていきますね。おお、春と純牛、かわいいわ。で、デーダミー、いいですね。最高にかわいい。よし。ジョンファン、マッシー、ここ、あー、いいわ。なんかヒョンソクめっちゃ彼氏感すごいんですけど、かわいい、かわいい。パソン、浜田さんと、ジェヒョク、トヨンちゃんと、全員ですね。うん、これめっちゃいい、楽しみだな、あとビデオ見るの。んで、これが、おお、なんと、やば、息子やな、なんかなんか息子ですね。カレンダー、カレンダーポスター。ほんで、これあれか、お、チュジュ、ヨッシーかな、これ書いた。ヨッシーよくこういうバツ使いますよね。え、めっちゃ可愛いこれ。ジョンソク、ジフン、マッスルなんですけど絵文字かわいい。最近なんかこの絵文字かなんか謎にいろいろ変わってて、もうなんかよくわかんないんで、私はずっと豚使ってます、四足の絵文字じゃあこれあれかな、ランダム系とかが入ってるのかな。ランダムが一番上にありますね。それを見ずに出してみます。他をまず、よいしょ、かわいい集合のトレカですね。はあ、かわいい、いいわ、集合トレカで、これが何て言うんでしたっけ、こういうの忘れちゃった。フォトフィルムじゃないけど、まあフォトフィルム的な。ヒュンソクとドヨンなんだ、息子とパパ、いいですね。ジュニアだ。はいはいはい。あ、ヨッシーと浜田さんか。これもまたヨッシーですね。え、待って、このハルトとジョンファンの組み合わせめっちゃいいんですけど。最高。トイエダムとジョンですね。メインボーカルの2人。はい、これが、フォトストリップだっけ、ちょっと前。と、あと、あ、これも前入ったことあるな。ステッカーですね。うん。うん。かわいい。私、ヒョンソクの字好きなんですよね。ちょっと癖ありますよね。うん。かわいい。よし、じゃあ次。ランダム、これ何、あ、これあれか、ランダムじゃない方か。はは、こうやって紐が入ってて、ガーランドとしてここに紐通して使えるやつですね。裏表ってこと、6枚ってこと。じゃあまず4足、ジフン、リラズ、ヨッシー、キューですね、ポワポワペア、マッシー、ジェヒョーク。マッシーとジェヒョークってなんか大人だな、気のせいかな、私だけかな。朝日、家田美、作詞作曲ペアですね。ドヨンちゃん、ルト、
ドヨンちゃんのなんかルトへのなんていうんですか、愛っていうか、いいですよね、可愛いなっていつも思ってます。でパクチョンとクサンスジョンファンです。年齢順か、うん、なんかシンプルに年齢順ですね。いいいい、はい、ここに入ってました。次ポラロイド、おお、ヨッシーだ、ヨッシーだ、ヨッシーがいた。一旦多分裏表だと思うんですけど、ちょっとめくっちゃいますか、ランダムの4枚なので。ヨッシー、ほっ、おー、枝な、本当よく来るわね。と朝日とジェヒョクでした。ちょっとここ線入っちゃってますね。うん、はい、こちらの4枚でした。良きかな、良きかな。よし、じゃあ最後フォトブックです。フォトブックはちょっと中身多分見せてないと思うので、トレジャー12人もいるから全員分は見せるわけにもいかないので、ちょっともう私の推しということでヒョンソクをかわいいを見せて終わろうと思います。猫耳ヒョンソク、そういえば入ってなかったな、絶対欲しいと思ったのに忘れてた。でもまあいいです、いいでしょう。はい、じゃあ1個目はこんな感じでした。2個目もほとんど一緒なんですけど、ランダムのポラロイドだけ見ていこうと思います。はい、もう1個、もう1箱目です。でポラロイドだけ、ポラロイドだけが欲しいから、こんな感じだよね。ああ、全く同じかもですね。そうだよな。ヨッシー、アサヒ、ゼヒョクと、お、ユダムだっけ？なぜかマッシーだった。マッシーです。はい。あ、こっちのゼヒョクは無傷ですね。はい。この3人は一緒でしたが、マッシーだけ違いました。はい。じゃあ、今日の開封動画は以上になります。まあこれも可愛かったし、全部可愛かったけど、トレハが最高でしたね。本日もご視聴ありがとうございました。